Hey guys。 すごい見てください。うわ、台風14号やったっけ、14号が来てですね、すごい、ほら、うわ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 、波の花、そんな綺麗なもんじゃないんですけど、これ全部泡です。これほら、これ全部泡、ほら見て、うわーピッチャーンってなってるよ。波がですね、うお、泡立って、すごっ、プルプルやん。こんなことになってる、うわすごい、雪みたい。うお。で、あ、ちょっとレンズについた。ちょっとレンズについたけど、このまま話しますね。これね、原因というか正体は、これプランクトンとか海藻とかタンパク質汚れとかいっぱい含まれて、まあ、とりあえずね、すげえこれ、あの、汚いもんです。綺麗なもんではないです。水族館の、おお、すごい、綺麗に見えるけど、綺麗に見えるけど、よく見たらめっちゃ汚いんですよ。水族館の水槽とかでもね、プロテインスキマーっていうものがあって、それも泡に汚れを付着させて、水槽内の水質を良くするっていう、汚れをね、除去するっていう装置があるんですけど、それとね、似たような原理らしいですね。すごいプルプルやで、これ、ほらほらほら、すごっ、ボヨン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 、すごい泡や。で、これがですね、台風によって大量に生成されております。うわ、これ全部一面泡ですよ、ブクブク。おお、初めて見たわ、こんな。うわすごいな。で、波自体はね、まあ荒れてるっちゃ荒れてるんですけど、まあ、そんなにね、めちゃくちゃ波高いっていう感じでもないですね。あの、4年前に来た台風は、本当水族館の、おお、中まで入ってきましたからね、波が。その時と比べるとそんなに強くはないんですけど、でもこんな、あの、状況になったのは初めてかな、こんな波の泡になるものが。ほら、そんなしてる間に私の体も泡まみれ、泡がいっぱいついちゃった。後でちゃんと洗おう。すごい映像でございました。皆さん、台風ね、多分この動画が上がっている頃には台風だいぶ移動してるかと思いますが、今九州の真ん中ぐらいから夜に、台風十分気をつけてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ジャーライオン、ズボバ、ズボバ。